はい、ついにやってまいりました。皆さん、何年とお待たせしてしまいました。リオララのルックブックの動画です。やばい、無理、緊張する。あのルックブックの動画を何年も前から撮りたい撮りたいって言い続けてて、一向に撮れへんかったな。リオ、なんで撮れへんかったか、ここまで引っ張って引っ張って、なんで全然撮れへんかったかというと、もうそれは答えはシンプルや、体型がはずい。あともう一個理由があって、もう一個の理由は、服がダサい。だから私のルックブックはおしゃれを学ぼうと思って見んといて。ほんでリオのことを知ってくれてる人はみんなわかると思うけど、リオってマジで水色の服しか持ってへんねん。ちょ、ほんまにちょっとクローゼットの中見て。じゃじゃーん、もう見事にもう水色の服ばっかなんよ。でカバンももう水色だらけ。こっちに行くとね、もうほら、ほんまにもう水色の服しかないよ。こんな感じで。だから記念すべきルックブック一発目の動画は、水色の服縛りの、ルックブックを撮っていきたいと思います。ということで、ついについについにルックブックをやっていきたいと思います。せーの、ジャンピングゴー。はい、まず私の体型がこんな感じでーす。身長148センチ、体重はリンゴ8000個分。まあ言うたらずんぐりむっくりの見本みたいな感じです。まず最初ルックブックって着替えればええねんな。一着目こちらみたいな感じで着替えればええねんな。ほんじゃどうしたらいい？ここで着替える感じ、ここでパンツ一丁になる感じ、有料になっちゃうけど大丈夫？なんかもう、なんかもうシンデレラの劣化版みたいになってるやん。かもう劣化版にも及ばんか。よし、見えてる全身。じゃカメラ遠くて分かれへん。ああいい、ちょうどいいな。ここまず1着目がじゃーん、こちらです。これは今年の1月に平成ジャンプのコンサートにお姉さんオタクのコスプレをしてコンサート行ったんよ。その時の、コスプレでーす。んで何言えばいい？なんかこのファッションのポイントワードとか言えばいい？無理やって、ちょっと待って、無理、はずいはずい、待って。リオがそんなファッションなんか語らないわ。もう局部とか父が隠れれば何でもいいやから、服装なんか。まずこの白いジャンバーは、なんか結構ボリュームがないんよ。だから細く見えるミッシュマッシュのジャンバーです。で中のこのスナイデル のワンピースなんですけど、これはここがね、こんな感じでちょっと透けてるというか、なんかちょっとここが盛り上がってる感じやから、二の腕の太さがバレへん。でこれはディオールのバッグに見えがちやけど、全然ちゃう。いや、偽物買ったとかじゃないで、ちょ、やめてやめて。ディオールの偽物買ったんじゃなくて、普通になんか似てるやつを通販で買った。2、3000円ぐらいちゃう。確かそれぐらいで買った。で、この中にははい、サインから入ってますね。続いて2着目、2着目、まずこれ中に着てるこのインナー、もう恥ずかしい、なんかこういう業界用語使うの。まず中のインナー的なやつが、この中こういうここまでのやつになってて、でその上からこうちょっとカーディガンを羽織ってるみたいな感じやから、まあ今の、まあ、11月の季節にちょうどいいファッションやと思う。で、ズボンなんやけど、これ結構お気に入りで、スキニーとかやったらさ、結構ピチってなって足の形とか、リオ足太いからさ、言わずとも、足太いからそれピチって見えちゃうやんか。やけどこれはスキニーじゃなくて結構ゆったり履ける感じやけど、でもなんか細見えするよな、マジで。でもリオほんまにお腹細いから、ほんまにここすっぽり入る。全然もうぴったり、全然なんならベルト必要かなぐらい。続いて3着目、これは、なんやろな、中リオが好きなキキララのパーカーに、この水色の、よう分からへん、なんかこういう上から羽織るやつや。でさっきのジーパンで、この靴がめっちゃ可愛いやんか。これは靴が、ちょ、ほんま見て、ここにほら透明になってんねん、この水色の靴。これがめっちゃ可愛くて、まあ身長148センチ、ずんぐりむっくりの私がこういうファッションをしたら、ただの
なんか雪だるまみたいになってまうけど、でもスタイルいい人やったらもっといい感じに着れるんじゃん。続いて4着目はこんなが誰、4着目も雪だるまやんって言ったやつ。え、この服装結構可愛くない？待っちゃって、メリーゴールドか言うて、ま、上はコンサートとかにも結構着ていくお気に入りのなんか水色のこういうちょっとふわふわボリューミーなやつなんやけど、下が結構なんか細く見えるスカートやから、なんか全体的にそんなあのデブが隠せるというか、そんな感じするわ。脱いでもほらこんな感じ、脱いでも可愛い、脱いでも可愛いんやけど、可愛いんやけど横向いた時のこの二の腕があちゃー言うてで、この水色のカバン、この服装なんか意外と痩せて見える気がするし、なんかお姉さん感もある。え、嬉しい、めっちゃ、え、なんかこんにちは言うて、え、私あ、水色好きなんですよ、あ、やっぱ分かりますかとか言って怪しい系なんか言っちゃったりして、え、いや彼氏とかも全然いなくて探してるんですよ言うて、婚活パーティーなんか行っちゃって、え、ほんまお兄さんこの後ちょっと二人で飲み直しません言うて、え、雪だるまは嫌、勘弁してくださいよ言うて、はぁ、膝上のロングブーツ履いても足太いやんけ、意味分からへんねんけどマジで。はい、続いてこの格好は普通に結構普段でもする格好、実際ちょうど1ヶ月前にあったコンサートもこの格好で行ったし、結構目立った、友達と双子コーデした。で、ちなみに下はこれ、こんな感じのスカート履いてます、安心してください、履いてます。で、このカバンは、セレンに誕生日プレゼントでもらったカバン。まあこのファッションは結構小ギャル感、小ギャルコーデ。続いてじゃーん、これはまあもう完全にこれはギャルじゃない、ギャルコーデ。この上の服は直接お店行って買ってんけど、その店員さんに、これくださいって言ったら、あの試着とかしますかって言われて、いや試着大丈夫です、しないですって言ったら、結構あの腕とかピチッとなって二の腕の太さとか結構バレちゃう感じですけど大丈夫ですかって言われて、大丈夫ですって言ったら、試着でもすぐできますよとか言われて、あのなんかなぜか店員のくせに買うのをおすすめしてくれなかったような、そのようなそういう思い出がある洋服です。なんかマウジのフレアパンツは他のフレアパンツよりも結構足が長く見える、で細く見えるから結構履いてる、どこがとか言わんといて。ほんでカバンはこんな感じ、8000円ぐらいです。はい、じゃあこれラスト、ラストもこれは、お姉さんオタクのコスプレ、うん、これで実際ゆうとくんに会いに行った、水色のこういうちょっと肩多分出すやつやねん、これ肩出すような感じのこのこういうやつなんやけど、こういうさ、こう肩出しのセーターとか着るときって中身みんなブラジャーどうしてんの？りょうわからんくて、そういう肩出しコーデの時の中の下着わからへんくて、りょうだからとりあえずブラ紐をここまでずらして見えへんようにしてんねんけど、どうしてんねやろなと思って、ずっとブラ紐ここにずれて、なんかここパカパカのままこうやって歩いていくわけにいけへんやん、どうしてんねやろと思って、ちょ教えて、そこらへん知らんから教えて。でこれ白のマーメイドスカートが可愛いんやわな、これ白のマーメイドスカートちょっとお姉さん感出るんよ。でこの中にはもちろんね、サイが入ってますとね、そういうことですよ。はい、ということで無事ルックブックの動画撮り終わった、嬉しい。はい、ということでルックブックの動画長々と待たしてしまってすいませんでした。まあ、今回は水色の服縛りでルックブックしたけど、まあ、次は普通に なんかそういう色に縛られず、なんかルックブックの動画撮れたらなって思います。ほんま見てほしいんやけどさ、今のリオの体勢ずっとこう中腰、誰が中腰で動画撮んねん、ほんま青じゃん。はい、ということで本日も最後まで見てくださってありがとうございました。明日も一日頑張れ、ツゴー！以上、リオララでした。バイバーイ！